吉浦庭の安全確保完了と、うんうん畑作るには十分すぎるスペースですね。おお、そっち終わったかレイム。ダンボールの化け物。それでは早速町外れの方に行ってみましょうか。確か前回入手した情報によると町外れにもヘリの部品があるっつってたな。おあれってもしかして東大？あれ魔理沙生存者がいるよ。何？まさかこんなところにも生き残りがいたとは。おっちゃんお邪魔してますね。うわ、お前らどっから入ってきた？板チョコもらってねえのに何勝手に入ってきてんだ。安心しろ、私が板チョコだ。あ、そうなの？板チョコ見たことないのかな。さて前回畑を完成させたので食料問題は無事解消されましたと言いたいところですが、このパン腐ってんのか知らないけど食べてもすぐお腹すくんですよね。元からそういう仕様じゃねえのか。単に私の勘違いかもしれませんけど、後食い方きったねえし、なんなんこの食べ方、ハムスターでももっと美味しそうに食べんぞ。だったらパンの代わりに量産できる食料とかねえのか。そうだ、確かキノコあったからキノコシチューでも作ろうぜ。これ食べる気になれます？こんなに綺麗な毒キノコは私も初めましてだぜ。風邪ひいた時のマリサみたい。風邪ひいた時の私こんなひどいかな。あと他にも何か作れるものがないか調べてみたんですけど、この世界のケーキ、車のおもちゃとボトルゴムでできるみたいです。そうだ、たけしでももっとマシなケーキ作るの。なんでフルネームで言ったん？あ、でも質より量で良ければパンより優れた料理すぐ作れますよ。もしかしてクッキーか？確かにクッキーなら量産はたやすいけどよ。隠し味はクマ三人用です。おいバカやめろ、私にクマ三人用食えってのか。それで今日はどうするぜ。そろそろヘリのパーツ一つや二つ見つけておきたいところだが、実は前回の撮影後こっそり一人で街探索してきてですね、何箇所か怪しいところをすでにマークしてきたので、そちらに向かいましょう。おお、なんだ随分準備がいいじゃねえか。2024年の私の目標できる女になることですから、まずは些細なことからでもと思いましてね。この動画いつ投稿されてるかわかりませんけども。おお、そうか。じゃあまずは見た目を変えるところからスタートだな。今の私の姿なんだと思う？ただの山賊だな。2024年は山賊で生きようと思います。できる女はどこ行ったんだよ。お前がそれでいいなら私は止めねえけどよ。ところで山賊ってなんだ？お前そろそろいい加減にしろや。だって山賊なんて実際に会ったことないもん、イメージつかない。マリサはそこで何してんの？ストンに押されて壁の中に埋もれちまったんだ、助けてくれ。それが2024年のマリサの目標。それでお前がマークしてる場所ってどこにあるんだぜ？着いた横の病院の隣にある建物。最初はただの給水塔かと思って無視してたんですけど、どうやらここ登れるようになってたみたいでして。でも仮にここが給水塔なら登ったところでなんもなさそうだけどな。私も最初はそう思ってたんですけど、ここ誰かのお家だったみたいです。なんとも男子が喜びそうなシチュエーションだな。おい霊夢、ヘリの部品あるじゃねえか。おお？これで1個目ゲットだね。このヘリの部品で今はっきりわかったけど、ヘリの部品は木箱チェスト限定で置かれてるっぽいな。今まで家の引き出しやロッカー漁っても1個も見なかったし。そうなると木箱チェストが置かれてそうな建物を重点的に探す必要があるか。今まで発見した木箱チェストから察するに普段通らない場所に置かれて、おい霊夢、この段ボールきっと鉱石ブロックだぜ。それならまた私一つ心当たりあるよ。前々回訪れたこの町役場、あれでもここすでに探索して何もないって判断に至っただろ。今さら探索してどうするんだぜ。逆に何もないことにずっと何か引っかかってたんですよね。不思議に思わない？こんだけでけえのにお宝が何一つないなんて。動画映え。確かに一番の宝だわそれは。だが確かに隠しチェストの一つや二つ置いてありそうだな。私の鼻も感じてるぜお宝を。それで信じた結果がでっかい腐肉だったけどね。勝たねえだろ、私花粉症なんだから。それ感じてたの宝じゃなくて花粉じゃねえ。おい霊夢、こっち来てみろよ。うっわきっも、これ中に何体張り付いてんだ。そんなん直接確認すればいいだろ。どうやって？そりゃ普通にここ開けて。うわぁ、この正真正銘のお宝。お邪魔してます。相変わらず化け物の数が尋常じゃないですね。いきなりダイナマイトおばさんが歓迎してくれてるしな。きっと化け物になる前いろいろストレス抱えてたんでしょうね。キャピ、そういえば前回この部屋チラッと見ただけで探索してなかったな。ワンチャンここに隠し部屋あるんじゃねえか。他の部屋探索してたけどそれらしき部屋なかったしね。もしお宝があるとしたらこの部屋にあると思うけど。あれマリサ、これよく見たら上登れそうじゃない？なんだ本当に実在したのかお宝部屋は。そんなラッタ感覚で探してたんかよ。この辺ぶっ壊して上に登ってみるか。親方、空から化け物が。ラピュタ確定演出じゃねえか。本当だ、霊夢の言った通り隠しお宝チェストあったぜ。ほうら見たことか。空から女の子が降ってきたらそこにラピュタはあるんだよ。いつまでジブリネタ引っ張ってきてんだ。それではお宝オープン。てめえラピュタ舐めてんじゃねえ。反対側にもお宝部屋があったのでこっちにパーツがあることにかけましょう。それではお宝オープン。私の中のラピュタが滅びました。で霊夢がマークしたところはもうねえのか。このままじゃヘリのパーツ全部集めるのに半年はかかっちまうぜ。1ヶ月に1本投稿ペースなら全然苦しくないけどね。編集者に聞いてるんじゃない。おかしいな、確かこっち方面にも気になる建物があったんだけど、ごめん私たちの墓場に着いたみたい。どこにマークしてんだど畜生が。おやべえってバイオハザードみたいなこと起きてんぞ。うるせえ、声を上げるな、化け物が寄ってくるだろうが。そうだけを消すために道端の石ころになりきる。知らな妖怪だぜ。石ころさーん。うちのマリサの裏作業のおかげで現在物資があり余ってる状態なので、この世界限定の作業台でエリトラ作ってみようと思います。空から探索できれば今より効率的にヘリの部品探せるしね。はい先生。なんだねマリサくん。そのままエリトラで脱出すれば。はい、ちょっと脳みその方いじらせていただきますよー。あれ今私は何言おうとしたんだっけ。小6までおねしょしてた話。そうそう、私実は小6までおねしょ。確かジュンの家に作業台があったはず。お、生きてたんかジュン。なんか敵対してない？私も一度様子見に会いに行ったらずっとジュン敵対してるんだよな。もしかして私が一度殴ってからずっとこの状態ってこと？よっぽど殴られたのが
にくかったんだろうな。でもジョンが今いる部屋に作業台あるからな。外にも作業台あるけどここが一番安全性高いんだよね。一回ジョン外に追い出さねえか。マリサ忘れてると思うけどここジョンの家。オッケー、家主閉じ込めた。ネイム忘れてると思うがここジョンの家。花火はバニラのレシピで作るとして、問題はこのエリトラか。エリトラを作るには金インゴット10個と火打ち石が必要みたいですね。その火打ち石を作るためには鉄インゴットと蜘蛛の目が必要と。鉄インゴットはともかく蜘蛛の目なんて拠点にあったか。どうだろう、あまり蜘蛛の目見てないかも。けど確か蜘蛛の目って家のチェストに入ってることあるよな。絶対使わねえと思って今までガン無視してたけど。それと化け物からも結構な確率で蜘蛛の目ドロップするみたいだね。私とマリサの分のエリトラ作るには最低蜘蛛の目10個集めればいいから、まあそんなに時間かからずに集まりそうかな。それじゃ私は家のチェスト片っ端から漁っていくぜ。じゃあ私が消去法で街中の化け物駆除ですね。私の方が危険すぎません。てへぺろ、みじんも可愛くねえよ。いやー、あれ全員集合。おお、なんだ、何か見つけたのか。いやあ、それが聞いてくださいよ。私たまたま屋上に登って踊ってたらお宝らしきものを発見しまして。今だけはその意味ない行動に感謝してやろう。それで霊夢一体どこにいるんだ。交差点前のビルの屋上にいるんだけど。おお、どこだどこだ。あいたいた、マリサ。上、どこだどこだ。上上上にいるよ。どこだどこだ。上にいるっつってんだろ、見上げろや。上上にいるのは化け物だしな。誰が化け物だ、てめえ。この野郎、ルッパ本当に化け物いんじゃん。ほら、あそこいかにも怪しくない。ほんとだ、よく見つけたな、霊夢。ただ見つけたのはいいんだけど、向こうに行く術がないんだよね。術は自分から手に入れるもんだろ。物理的に手に入れてますやん。私が道作るから霊夢は空飛ぶ化け物の対処頼むぜ。道作ってる時に襲われちゃたまったもんじゃないからな。私が突き落とす可能性は考えなかったの。大切な友達を疑うわけねえだろ。やめて、それめっちゃ心が痛むから。ふう、無事襲撃受けることなく渡れましたね。珍しいな、いつも飛び回ってる化け物がこういう時に限って現れないなんてよ。何してんだこいつ。自ら囚われてますね。かわいそうに私が今逃がしてやるからな。お宝オープン。おお、マリサ地図入ってたよ。そいつが町外れにあるヘリ部品のありかを示す地図か。これは大収穫ですね。ワンチャンヘリの部品以外にも町にはない物資とかありそうですし、資材集めの幅が広がるな。ぶっちゃけ食料以外の物資は暮らしていけるレベルで足りてますけどね。おかしいな、この地図によると森の中にあるっぽいですね。森の中っつったら車じゃ移動できねえし、化け物がいる中進むの困難だと思うが。蜘蛛の目早急に集めましょう。意味なし。あれから探索と化け物の討伐を続けて無事蜘蛛の目が集まりました。なんなら6人分のエリトラは作れちゃいますね。まあ拠点のチェストに20個入ってたんだけどな。はいはい、ジョンさんお邪魔しますね。エリトラだけ作ったらすぐ帰りますので。その肝心のジョンさんはどこにいるんだ。え、私その部屋に閉じ込めたはずだけど。ジョンいないなら家の物資もらっていこうぜ。てめえには人の心ねえのか。蜘蛛の目と鉄インゴットで火打ち石ゲットして、その火打ち石に金インゴットを組み合わせれば、ついにエリトラの完成。これで探索もだいぶ楽になるな。とエリトラをゲットしたところで今回はここまで。さてさて、いかがだったでしょうか。現在私とマリサでやってほしいゲーム募集中なので、ぜひコメントくださいな。それではここまで、次回もまた見てね。今日の質問さん、殴り合ってる時どんな気持ちですか。笑いながら殴ってました。